い、黒田君やりました。やりました。このサイズだと若しですね。ちょっと40センチはなさそうなんで若し。いいね、一発目釣れたのが若しです、ね。ただいま時刻が、午前6時39分ですね。はい、黒田君おめでとうございます。これから僕も1投目を投げたいと思います。僕の仕掛けが、針が今グレバリの6号です。ハリス2号ヒトヒロハン取ってますね。誘導がこれで20センチぐらいですかね。誘導20センチぐらい。浮きはゼロシブです。0号と005の間、ハリスにガン玉は出ません。完全に浮かせですね。ちょっと今塩はダラッとしてますね。あんまりこういい感じで動いてるわけじゃないですね。さっき右から左へ流れる潮だったんですね。この時に沸かしてますけど見えるかな。スズメダイですね。はっきり分かるスズメダイですね。アイゴの稚魚もいますね。サンバソウも見えます。すごいね、やっぱり鳥は。当たったね。乗った乗ったけど、これがエサ取りだな。さあ正体は、おメジナ、超マイクロメジナです。どうしましょう、こんな超マイクロお腹が来ました。はい、あげるよあげるよ。食べる。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、もうダメだ、お前飛び込んだらダメだよ。ダメよ、飛び込んだら。もう一回釣るよ、じゃあ。あんた針危ないよ。針かかっちゃう。ちょっと待ってて。針かかっちゃうんだ、そこいたら。ほら、猫。猫。猫。君のために狙ってんだよ、今。今、君のために狙ってますけど。よっしゃ、乗った。よっしゃ、乗った。乗りました。よっしゃ、猫来たよ。猫、君の餌が来ましたよ。あ、一応メジナなんだけどね。ほら、メジナです。ほら、一回り大きくなったよ。はい、ほらね、一回り大きくなりましたけども、コッパオナガです。ちょっと特別に猫に、はい、はいよ、はい、どうぞ。はい、はい、そこ置くよ。はい、どうぞ。はい、見てほら、こうやってすごいね。当たったんだけどね。当たってるな。乗るか乗るか。乗った。青物だ。青物系だね。ほらもうプシュプシュ上をこう這うように来てんじゃん。これが青物系だよ。うわぁ、サヨリだね。サヨリ、サヨリです。サヨリ、ちょっと待って、サヨリだから、ちょっと待ってね。サヨリどうしようか。食べる。あんたさっきのメジナもう食べたの。どうぞどうぞ。食べれる本当に。はい、いけ。はい、押さえる。ふうた、ほらサヨリも。詐欺に取られるなよ。持ってったね。あそこでこっそり食べてんだね。さっきまでずっとこう右にこう流れてた潮が今ちょっと若干左の方に流れ始めましたね。この場所は結構左に流れる方が、まあ、釣りやすいし、まあ、実際釣果も上がるような気がしますね。まあ、こう完全にこう左に流れるというよりはこういう感じですね。こう当ててくるような感じですね。左にね、左手前に当ててくるような、そんな潮です。まあ、ちょっと状況によって。あ、当たった。よっしゃ。あ、これはうわ、なんだ。メジナですね。メジナの活性は上がってきました ね。 ただね、サイズがこのサイズなんですよね。このサイズなんで、なるほど。城ヶ島ってやっぱりひな壇とか
4畳半、猪狛前、そういったところが人気はありますけどね。鎌島浦のこういった静かなところも割と侮れない場所ですよ。まさに人が混んでないっていうのがこの釣り場選びの条件の一つでもあるんで、まあここしかないですけどね。こういったとこしか入れないっていうのがあるかもわからないですけど、こういったところでもちゃんと釣果が出ればいいですね。割とアイゴの稚魚は本当にそうですね、まあいつも午後4時を過ぎたぐらいにパッてね、いなくなるんですけどね、まあ、今日もそうなることを願いながらやっております。小沢君、今日初めてメジャー釣ったんだよね。はい、ね、いいね、釣り4回目にして、はい、4回目にして初めてのメジナでした。当たりましたね。よし、浮きがもうほぼ今見えなくなりました。行きます。乗ったでしょ。乗ったけど、これはダメだ。ベラです。際の方はベラがいるか。はい、さよなら。よし、当たりましたね。これはおそらくメジナーと思うんだけどな。乗ったけどサイズが伸びないですね。メジナーなんですけどね、このサイズなんだよな。もうこのサイズしかいないけど、コマスを完全にかぶせるとやっぱり外にやられてしまうので、まあ、小マセの塩島の方ですね、仕掛けを追ってみたいと思います。当たりましたね。早いな、結構浮いてるのかな。これ多分メジナっぽいですけどね、当たりがね。よっしゃ、行きましたね。乗るでしょ。乗らないか。乗った、よし。よしと言っても、ちょっとサイズがやっぱりこのサイズですね。どうしよう、このサイズしか釣れない。このサイズしか釣れませんね。よいしょ。ずっとこのサイズだとなんかちょっと不安になってくるけどね。あれいねえのかなって。よし、まだ大丈夫、諦めずにやってみましょう。
かってるのなんでしょうね。あれどうした。今度は餌残ってくるんだ。いやわからない。あどうした。もう一頭投げてみて当たらないようならまた今度棚深くしていきますね。入っていってる入っていってる。微妙微妙な当たり見てきた。なんだあれ犯人は。なんだ一広半で食ってくるあの魚って何でしょうね。二広ですね狙ってるところが。これでどうなるか。触ってる感じしますね餌にね。触ってんだよな。なんだなんだろう。クロダイとかかな。ああ取られてるわ。今度は今度は餌が取られてますね。触ってるね餌触ってますね今ね。残ってる餌が、ねえ、どうする。さあどうしましょうね。これで、ああこれで餌が今度取られてるでしょ。うわ超わかんない。何これ。取られてる。もう一度棚浅くしますね。もう一度誘導なくします。一広半です。一広半の固定ですね。もう餌付けもままならないぐらい暗くなってきた。ヘッドライトもあの電球組持ってるんですけどね。今ちょっとこの時間を潰したくないんですよね。当たった。よし入った。今度は乗るでしょう。乗った乗ったよ。うん黒鯛っぽいな。黒鯛じゃないのかな。まあまあ硬るよ。ほら硬るよね。やっと来たよ。あメジナだ。いい方です。ちょっとこれタモ入れよ。タモちょうだい。メジナだよ。やったよ。一広半でこいつがそんなことしてたのかな。はいよはいよ貸して。めっちゃ上がったか。まあだけどそれは30センチぐらいだけどね。40とかじゃないけどメジナだよね。もう暗くてあまりよく見えないんだけどメジナだよね。ああそうメジナだね。ほれメジナ。うん30センチぐらいはあるね。あらやっと来ました。30センチですね。これ30センチありますねきっと。30あるよ。30あるよね。あ30はあるね。あ黒田君これで30、まあ33センチですかね。よかったよし。これでこの朝一仲間が釣った若しとメジナがいますね。はあ、とりあえずほっとした。